労したあの頃のお話ということですか。はいはいはい。いやまあ苦労はやっぱ声優にはつきものでして。そうですよね、はい、私も苦労しましたわ。本当あそうですか、はい、やっぱり特に一番苦しかったのは、はい、お金がなかったこと。お金現実的な、はい、一番、ね、大事なもんですもんね、はい、一番大事ですね、はい、本当に声優になって1年目、うん、2年目はもうもやしを買うので精一杯なぐらいしかお金がなくて、まあ、なぜかというと、はい、声優として頑張っていくために、うんうん、バイトを一切やめようと思って。あなるほど、はい、バイトを辞めちゃったんですよね、うんうんうん、そこからはもう1年ぐらいカードローンで生活してました、はい、なるほど。でもまあ仕事は増えなかったんですよね。あそうですか。やっぱり、はい、なのでその1年で借金が100万になりました。ちょっと待って、事務所的に大丈夫ですか。大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。本当ですか、はい、100万になって、でまあ仕事も全然増えなかったんですよ。本当にオーディションに受かんなくて。昔ね初めてお会いした時、はい、あの、はい、とあるカードゲームの ね、 そうですね、アニメーションでしたけどね。アニメーションで、はい、あそこからようやく食えるようになったんですけども、ね、まだその時も借金ありましたね。なんか途中でね、はい、事務所にちゃんと所属されて、はいね、正所属になったみたいな、お話を聞いたりして、お話をしたり、その時に事務所から言われた言葉が、やめないでねっていう感じのね。のめちゃめちゃ印象的で覚えてます。言われましたね。今現在やめないで住んでますけれども、はい、いや本当ご活躍で、いやいや本当にありがたいことなんですけども、そうでも100万まで膨れ上がっちゃって、うんうんうん、もう本当にいよいよもやしすら買えなくなるぞっていう時に、マジでピンチ、はい、なって、そこからはあの家のものを売り出し始めて。あるね。で持ってた本を売ったりしましたよ僕も。あやっぱり、あ、はい、僕もちょうどね漫画とか売って、 なんとか3000円ぐらいになるんですよ。うん、でこの3000円じゃでも一月も暮らせない。確かに。なってなった時にどうしました、まあ、行き着くのはパチンコ。どこで聞いたんですかその言葉。いやいやなんか今念力かな、急に今なんかテレパシーかな、うん、なんか急に下ネタ言いたくなっちゃったんですけども、はい、そうパチンコに行き着いて。アクセントおかしい。いやパチンコでいいんですよ。パチンコに行き着いて、行き着いて、まあ、3000円握っていくんですけれども、はい、まあそういう時ってねやっぱ当たんないもんで。そうです ね、そのなけなしの3000円すら、うん、失ってシューってあっという間ですもんね。あっという間ですね。でまた家帰って、うん、家のもの探して、はい、また売れるか売れるかなって探してって、もう本当に何もなくなっちゃって、で最終的には、うん、もう何でしょうね、本当水だけ飲む日とかもあったりしましたし。厳しい。そうですね。でもやっとそのカードゲーム、はい、ご一緒になったカードゲームの作品とかのおかげで出れるようになって、ようやく、うん、ちょっともやし以上のラーメンとか買えるようになって。もやし以上のラーメン。そう想像しにくいけども、ラーメンにもやし入れちゃったりとかできるようになって、ようやくもうして、ね、うん、はい、ようやく100万円完済。やった、よかった。いやうどうなるのかなって、もう、ね、腹の人生がもっとあるのかなと思いますけど。嬉しかった、本当にこれ嬉しい話なんですけど、そうですよね、完済し終わった時に、うん、カードをハサミで切った時、解放されましたね。うわ怖い。いや切ってゴミ箱に捨てた時のね、蚊の快感はもうねたまんないですよ皆さん。やってみて。快感だからもう味わっちゃダメだ。ぜひやってみてほしいですね。やれ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 。なるほど、ね、そうですよ。もうそっからはね、でもギャンブルもやめてすっぱり、うんうん、はい、まともに聞いてていいんだけど、うん、ギャンブルをやめてって聞くとさんが難しい感じ。難しい。大丈夫かな。返しがね。今はね平気ですよね。今はもう全くやってないです。まあ、しかもお忙しいですもんね。ギャンブルする時間も。今はね逆に行けなくなっちゃったんで、うん、ね、あの助かってます。はまらないで。よかった。もう幸せなお家でよかった。ね、見える。見えるぞ。